ちょっと、なんか家電ザッピングズくれるよーっていう人いるので、ちょっと今から回収に向かいたいと思います。ちょうどお昼時だから、コンビニで海苔弁でも食っていくか。お金崩すのもやらなきゃいけないので、行きます。なんだか忙しすぎて食欲もないです。なんかパン 2,3 個買ってってそれで終わりにしちゃいます。昼飯、コンビニの牛丼。どれどれ、うん、うまっ。結構ありますね。またあるな、これたこ焼き。うまかいな。まあ、とりあえず積んじゃいます。いやー、積みましたね。なんとか一台で収まった。家電雑品、いやー、白物白物ですね。みんな白いやあー疲れた。この辺はシュレンダーのが出てくるけど、お土産ですね。お土産、傘はハイパラになっちゃうな。これは再三に姉なばらしても、もう半分、どのぐらいだろう、半分以上はハイプラなんじゃないですかね。ハイプラで、ちょっと一服してから行きます。あんま軽く、あんま重くないな。300キロくらいかな。300では効かないかな。320キロくらいかな。じゃあ、行きましょうか。なんとか無事に、荷下ろし終わりました。で、次はこれ、ちょっとお客さんにオークションで売れたお金、届けに行くので、今から向かいたいと思います。腹減ったので、セブンの卵サラダ買ってきました。ツナは売り切れてました。あれだな。セブンの牛丼はうまくねえな。やっぱ、牛丼はダメですね。コンビニの牛丼は。お客さんから洗い油もらってきました。助かりました。で、いい加減にこの辺の農機具を出さないとやばいな。暇がないんだよな。こういうの洗うのにいいですよね。交通整理の買ってきました。使い道あるんでしょうかね。子供のおもちゃになって終わりか。これちょっと使い道あるんじゃないですかね。これは売らないで残しとくか。結構暗くなった時とかいいですね。これ3点滅と点灯、おたけできるんじゃないですか。おたけ極めれば。もう一本の方も電池入れて多分光ると思うんですけど、問題なく光りますね。これあれだな、電池抜いとくか。使う時あるかもしれないから電池抜いて取っときます。
リサイクルしてきました。いやー、家電製品のリサイクルって丸投げか粉砕か左から右へ動かすかぐらいしかないわけではないんですよね。本来ならばもう1から10まで手ばらし手分解でもう細かく分解して金属は金属してリサイクルして、プラスチックもプラスチックとしてリサイクルするのが本来のリサイクルなんですけど、なかなか採算ラインに乗せるのはこれまた厳しい。これ採算合うんなら企業として成り立ちますよね。雑品10円で買って従業員雇ってバラして金属選別してプラスチック選別して売却してリサイクルしてっていう話になると、やっぱ人件費考えると全然、仕入れ考えるとやっぱり厳しいんですよね。リサイクルですね。厳しいな、ちょっとな。今日持ってった雑品の重量の半分はハイプラぐらいですからね。350キロ、350÷2は金属は175キロ、これ鉄と仮定すると7700円、鉄だった場合、ハイプラは175キロ、175かける処分で考えると12,250円。ハイプラの方が処理費高いですね。まあもちろん鉄の中にもモーターとか電線とか基板とかあるから、まあ 100% 鉄ではないから、ハイプラ樹脂選別して異物除去したりなんだかんだやってたら、あれ細かいから以上。